探検しに行くような感じというか、一つ一つその可能性をチェックしながら、どこまで面白いものに化けるのかなみたいなものを探っていく作業なので、なんかダイビングとか山登りに似てるというか、何が起こるかわからないけど、その過程がエキサイティングで楽しいというか。もともと昔から物を作るのが好きで、プラモデルを作ったり、あとはラジコンを作ったりとか、あと電子工作とかもすごい好きで、シンガポールは本当に発展の早い街で、私が来た8年前と比べても街中の形とか建物とかすごい変わってきてるんですね。でそれで特に変わった建物とかが多いので、そうしたものに影響を受けてます。特にインターネットとか、あとは 3D プリンターとかレーザーカッターのおかげで、物を作るのも完璧は求めてますけど、私が作ってるガジェットっていうのはいつも物理法則と戦わなきゃいけないので、基本的に自分は一人で物を作ることが多いんですけど、例えばそれを商品化しようと思った時に絶対一人じゃできないんですよね。いろんな人と協力したり、特許出したりとか、多くの人に見せて多くの人に楽しんでもらうっていう経験を積んで、自分のスキルを上げていくっていうのが大事だと思います。